はい、どうも、ショイティビです。お願いします。本日、埼玉武蔵ドベアーズの試合、まさかの僕、ボールボーイをやるのよ。1回から5回までボールボーイさせてもらって、その後、解説の方をあちらでやらせていただきます。まあ、もう 4,5 年ぐらいかな、 YouTube で取材させてもらってますけど、初めてのことなんでね、楽しんでいきたいと思います。僕のあの全力疾走を見てください。よろしく。椅子なし、空気椅子、空気椅子、空気椅子です。ちょっと多分これあの座ってないとマジでネットないから危ないんですよ。危ないよ、助けて、助けて。これボールボーイやん。そうなんですよ。いやっただけじゃつまんない。そうですね、ちょっと全力で。ファーストランクをつけるんですか。いやいや、誰やってるか、できるか。これ何球でいこう、1球いくの。何か、審判が何球ください。言うの。やるから、次やるから、絶対やんないで。そうやってやんの。はい、そう。ゲーム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 ダメっすね、これダメ。じゃあ2球用意しよう、2球用意、2球用意。どこ？おーい、おーい、レスマー。4球、今、後で、いや、後で見てて。あ、エクス、チェックで、ありがとうございます。軽い感じ、いい出しだった。ちょっとまだ軽いっすね。重かった携帯かけるリアコン、サックンサックンなんちゃう。持ってて、ボンボン。あれ、4球です。はい、大丈夫です。私のままで。いや、大丈夫です。そのままで。ここら辺、腸腰筋今来たから。さっきそこ上げたのが大変だ。大変です。いいでしょ。やったー、やったー、はい、大丈夫よ、大丈夫、大丈夫。ボールボーイって言ったバッドボーイやもやんのね。バッドボーイもある。バッドボーイだな、はい、バッドボーイ、バッドボーイ。はい、いけますか。
疲れてる。足パパ。いいんじゃないですか。向きくれてる。あ、これとかわかんないですか。おお。この砂？はい。これが何？もみ。お水だね。あ、取ろう。なんか分いろいろな配合されてるんですよね。そうっすね。はい。今なんで知ってる？映してやる。なんでいけ。映さない。仕事してしっかり仕事して。してます。仕事してしっかり。でもしっかりダッシュしてるんで。うそ。なんかドリンクちゃっかりなんか置いてんじゃん。俺は持ってきてないよな。いやそれは多分準備不足です。準備不足ですね。そうっすね。ちょっと早めにこっちじゃってんだよ。出す出す。うわ楽しそうっすね。今は今は楽してるっすわ。今は多めに見た低いじゃないですか。高い。オッケー、オッケー、はい。いいダッシュ。いいダッシュ。もうバズってる。バズってる。下半身ガタガタそう。もうバズまくってる。ダイエットのためと思った。行きますね、これ全然問題なしシング。ボールボーイやって思ったのはめっちゃ近くで見れるっていうと、集中してるのと、なんかこのボールボーイやってる人の気持ちが分かる。
高校生はね、高校生はよくやったあったよね。やってなかった。俺はやらなかった。ね、主審さんとのアイコンタクトと、ね、バット引きとかさ、ね、で向こうからね、ファールボール来るとかさ。結構いろんな目配りしなきゃいけない。いろんなとこ見てる。俺結構見るの好きだからさ。向いてるかもしれない。俺仕事としようかな。ボール多い仕事にしようかな。そうすれば痩せるかもね。痩せるかもしれないです。結構来てるんで今足がダッシュしてるんで。はい。ダッシュし。きつ。ダッシュきつ。小山。ブチ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 。サンキュー。あの。あれ、出さなくていいんだっけ。何出そう。素晴らしい。ちょうどこれと被ってる。頼むよ。はい、ということで、ラストイニングとなりました。この後は解説に行くんですけど、ボールボーイをやらせてもらった感想は意外と大変でした。やったことないんで、バットボール、バットやボール取り行ったりね、回収しに行ったり渡しに行ったり、いろんな連携があったんで大変だと思いましたけど、間近で試合見れるっていうのは、まあ普段はピッチャー陣がやられてるってことなんですけど、見ながらね、イメージしてなんか自分の投球に生かしてるんではないかなと思いました。ピッチャー陣結構いいんですけど、ここと後ろの本部席で使用してるんですけど、他の人らはまあ自分のトレーニングとか自分トレーニングとかしてるみたいなので、いい時間なんではないでしょうか。はい、ではラストいきます。終了です。あんだけ出ても頭から戻るんだ。